お、本日の主役の登場です。まさか、ついにこの方の登場ですか。ええ、その威風堂々としたお姿、大人気なのもうなずけます。ささ、こちらへ、アリーナ。ハントハイムの大臣殿、どうぞこちらへ。誰が見てんだよ、みんなおさん。今回、ついに大人気キャラ、アリーナ姫の挑戦企画。装備一切なし、回復技すら覚えない素のアリーナ姫が、拳一つで PS 版ドラクエ5を一人でどこまで制圧できるか大検証。会心の一撃で安いから楽なんじゃね？なんて思ってた我々。しかしその幻想は一瞬でぶち壊れた。むしろ会心の一撃なんて大前提、でないとまず物語なんて進まない。世界の命運は彼女の拳に託される。会心の一撃、戦略、諦めない思考回数。その全てをねじ込み常識をひっくり返す戦いがついに幕を開ける。アリーナ姫とは、サントハイム城のお姫様。お姫様といえば普通守られる側。しかし最前線に立って肉弾戦をする異彩を放った結果、いつしか二つ名は、会心の一撃間に。城の壁をもぶち破り勇者一行と合流。いつしか共に強大な敵に挑んだのでした。でも本当に彼女の人生それでいいの？いや立派でしょ。どこの馬の骨かもわからん勇者なんぞの配下になって金魚の糞みたいにくっついて魔王倒して、実にみっともない。いや別にいいでしょ。全裸姫？実に流行りそうないい響きじゃないですか。え？なので、今回、装備一切なしのアリーナ姫一人で、ドラクエ4をどこまで全クリできるのか大検証。アリーナさーん。ルールは以上の通り。まずアリーナ姫一人で冒険。装備は一切なし。種ドーピングも一切禁止。回復系のアイテム、装備の道具使用は OK。ただし世界中の雫は禁止にしておきます。移動のキメラの翼は OK。その他の道具、装備の道具使用は一切禁止です。ただしイベントを進めるための重要アイテムなどは使用します。最後に、裏技、バグ技類は一切禁止です。上記のルールでアリーナさんには物語を突き進んでもらい、本当に限界まで挑戦。もうこれ以上無理だと判断したら、ルールを一つずつ解禁してなんとか全クリを目指します。ちなみに全クリできる保証は一切ありません。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンを押していただけると、アリーナさんともとも頑張っていけます。アリーナさん、ウォームアップでも全裸でミット落ちしちゃダメですよ。それでは全裸アリーナ城の人生を変える戦いがついに幕を開けます。そりゃ一国の姫が全裸で世界を徘徊したら人生変わりますよ。PS 版ドラクエ4は1から6章に分かれており、なんでこの日に入れた？それぞれの章で各キャラの物語が描かれます。そしてこの2章より、ついに我らの姫、アリーナさんの物語が始まる。まあ王様の話鬱陶しいから飛ばしましょう。口うるさいと娘に嫌われます。それでは早速服なんて脱ぎ去って、親父の目の前で脱ぎ去るんじゃねえ。自宅だからギリセーフですよ。お、ブライジーさんもいるじゃないですか。ちょっと挨拶でもしときましょうか。教育係として王に合わせる顔がないって。そりゃそうでしょう。年頃の娘が全裸で家の中徘徊してたら教育係として死刑確定です。何を教育してたんだ、と。それじゃあ壁突き破って外に出ますよ。じゃじゃうまー。そして城から無事に家出したところで二人が拘束。しかし帰り討ちにあった模様。まずはアリーナさんを一人にしてレベル上げをしていきましょう。まずは近所のサランの街で全員の防具などを売りましょう。装備がない方が一人にしやすいので。全裸の百鬼夜行。当然レベル上げはアリーナさん一人で行います。なので男二人にはすぐに棺桶に入ってもらおうかと。じいさんの全裸なんて需要ないですよ。視聴者の皆さんの目に触れないうちに隠さないと。大ミミズ一匹相手に一人になることに成功。もちろんこれまで攻撃は一切してないので、もうこのまま倒してしまいましょう。まずは一人にしつつ、一匹目の雑魚敵を倒せました。それではこの調子でサラン周辺で敵を倒していきます。回復アイテムは今回使用 OK なので、モテるいっぱい持っていきますね。生命線です。でもアリーナ城って会心の一撃で安いから、ドラクエ6でやったスラリンさんとか、ドラクエ2の王女一人旅より楽なんじゃね？それではちょっとアリーナ城の会心の一撃発生率を見てみましょうか。PS 版ドラクエ4のアリーナ城の会心率は以上の計算式となります。つまりレベル1だと会心率は256分の1ということに。全然ダメじゃねえかよ。ちなみに通常キャラは64分の1。なので会心の一撃が出たら超ラッキーくらいに思ってください。てか敵のグループが多いとアリーナさんまずいんじゃ。やべえ、これもうどうしようもないぞ。死んでしまいましたね。全く歯が立ちません。アリーナさんの拳はまだそこら辺の女子高生レベルのようです。全く弱っちいな。お前の作戦ミスもあるだろ。気を取り直してもう一度。結局相手の数によって戦えるかどうか決まっちゃうんすよね。あ、でも今度はタカがバッタですよ。バッタに負けるわけないでしょう。でもこの先制攻撃がきつい。まずは一体倒したいところ。ちょっと先制行動取れないのが辛い。これ一発で敵の数減らせないと厳しいような。やべえ、迅速に薬草で回復させないと厳しい。でもこれ先制行動取れないからもう積んでるような。せめてバッタより早く動けよ。死んでしまいましたね。アリーナさんむしゃむしゃバッタに食われちゃってます。バッタさんは草食です。
これもう何度もトライしてるけど、ぶっちゃけ最初一発目で大水一匹引き当てたのは結構運良かったです。序盤のこの辺りで敵一匹で出てくるってなかなかないからね。確かドラクエ3のアリア半周辺もそんな感じだったよね。スライムベスにすら勝てない。だからいつものことですが、敵のグループが数多ければ、もうそのまま逃げた方がいいです。逃げられればですが。ドラクエのどのシリーズにも言えますが、一番最初、レベル1から2にするのが最もしんどいんすよ。一回上がればちょっとずつ余裕ができてくるんすけどね。やべえ、今度は HP1 になっちゃった。でも今度は先制取れて回復成功です。でも次の一発で仕留められないとまた窮地に追いやられそう。やばい、どうするんすか？もうこのまま攻撃です。ギリギリ倒したー。すっぱだかのアリーナさん一人だと、薬草ありでもかなりきついことが判明。これでやっと2回目の勝利。敵が2体だけでも負ける時も多々あるので、できれば敵1体の時を狙いたいところ。この実家周辺だと、この大水さんが1体で出てきてくれます。他にはキリキリバッタもたまに1匹で出る時もある感じ。もうそろそろレベルが上がってもおかしくない頃です。おーおー、ついに念願のレベル2へ昇格。HP もちょっとでも上がってくれれば戦闘がかなり楽になる。じゃあこのままレベル3を目指して。いや、まだです。ストレスでも溜まってんの？ご存知の方も多いかと思いますが、ドラクエ3から5はレベルアップ時のステータス上昇がランダムです。だから各レベルアップ時にステータスが最大になるまで厳選をする必要があります。さて、それでは楽しい厳選に取り掛かるぞ。さて、すでに24回目の厳選。今度はどうだ？これ何度もやってると分かってきますが、大体ステータスの上昇パターンって決まってるんですよね。どう？出直せ。出直してきました。PS 版ドラクエ4ってステータス上昇のパターンが少ない。だから正直そんなに厳選しなくてもいいっていう。まあ27回くらい厳選しましたが、見た感じこれくらいのステータス上昇が最高ぐらいかなって。ちょっとはこれから戦闘楽になるかな？レベル2になったアリーナさんの実力を見てみましょう。正直力は2上がって HP は4しか違わないからどうだろう。あ、ちなみに PS 版ドラクエ4の守備力は素早さの半分の値になるみたいです。もっと言うと体力のステータスは完全なしにステータスの模様。小中学生の頃にあった下校途中で買い食いしてはいけないという校則くらい無意味です。レベル2でも3匹相手だと全く無力みたい。そしてレベル2でふんだんに経験値を積み重ねていき。アリーナさん、ちょっと上腕二頭筋が盛り上がってきたんじゃないですか？レベル3ではどういうステータスの上がり方をするのか。どうすか？ウェイトトレーニングが足りてない、やり直し。極上のプロテインも2袋買ってきました。随分アリーナさん踏み込みが早くなりましたね。レスリングのトレーニングを入れて正解でした。アリーナさんどこ目指してんのよ？まあステータス上昇はレベル3ならこれが最高くらいですかね。そろそろ走り込みの時間になりましたよ。アリーナさん走っていきました。めっちゃ気合入ってるじゃないすか。ヨウムン、今度はヨウムンがミット持ってあげて。なんかアリーナさんの企画の時だけやけにリアルなトレーニングするのね。だって来月に迫ったサントハイム青少年横綱相撲大会にエントリーするんだから。全クリ関係ねえじゃねえかよ。しかも自分の実家主催かよ。毎年参加者全員が王女に遠慮して手を抜いちゃって、毎回アリーナ城が優勝し続けてるという。敵レースかよ、練習する意味あんの？ちなみに現在アリーナ城の17連覇中です。0歳の時からそんな茶番やってんの？そしてちゃんと厳選してレベル10になりました。さてもうストーリーを進めてもいいでしょう。まずはここから北東にあるテンペの村へ行きますよ。PS 版ドラクエ4の逃走成功率ですが、これは1勝から4勝までと、5勝以降とで変わるようです。1勝から4勝ではパーティ内の最高レベル者がエリアレベルよりも以上高いと、100% 逃げられるよう。今で言うとアリーナさんのレベルが対象となります。5勝以降は勇者のレベルを参照するようです。そして到着したテンペの村では、夜間にもかかわらず村長から魔物退治を懇願されます。ズーズーシーにも程がある。とりあえず神父に話を聞きに行きましょう。どうやらこの村の若い娘を食いまくってる模様。健全な意味で、です。ここから2勝最初のボス、カメレオン満戦に突入します。ステータスは以上の通り。HP は40。そして攻撃では眠り攻撃とホイミが厄介。アリーナさんは一人なので眠った時が怖いのと、HP40 なのでホイミが実質デフォマというのがちょっと脅威か。それでは厳選しまくってレベル10にしたアリーナ城の拳は、果たしてカメレオンマンの頭蓋骨を粉砕するのか。ちなみにこのカメレオンマンは愛犬を2匹引き連れています。全くしつけをしていないようで、さっきヨウムンのお尻に噛みつきました。もう、嫁入り前なんすよ。まずは飼い主の前に、両サイドの暴れ駒犬から減らしていきましょう。ちなみに両サイドの犬を最初に倒しても、また呼んできたりはしないのでそこは安心です。本当は家にまだ飼ってるけど、懐いてないから助けに来てくれないだけじゃね。いかにも飼い犬に嫌われてそうな顔してますしね。レベル10あれば、素手でも暴れ駒犬を2発で撃破できるようです。薬草ギリギリ間に合いましたね。カメレオンマンですが、ホイミを覚えていますが PS 版ドラクエ4では犬の方には使わず、自分だけに使うようです。やっぱり飼い犬に対して愛がないやん。無事に暴れ駒犬の方は倒せましたね。
もう飼い主だけになれば怖いものはありません。いや、もし眠り攻撃で眠ってタコ殴りにされたらやられる可能性も残ってますよ。ここで会心の一撃きたー。37ダメージということはあと3です。しかもカメレオンマン1回もホイミ使いませんでしたね。今使わないでどうするよ。無事にアリーナさんの拳でカメレオンマンのあばらを破壊しました。ここで命の木の実をゲット。それでは次の町、フレノールへ向かいましょう。それでは海の見える町、フレノールへ入りましょう。ここフレノールの特産品の海鮮丼は格別です。確かに醤油にこだわってますよね。そして宿屋の2階で偽アリーナさん出現。あ、アリーナさんお姉さんいたんすか。え、王様も知らない。まさか隠し子。用務は面倒くさいから無視しましょう。これから2章終盤の格闘場に向けてアリーナさんのレベルを上げる必要があります。さすがにレベル10では勝てないので、なのでこのフレノール周辺でレベル20まで目指していきましょう。用務、いつまで驚愕してんのよ。起きなさい用務。死んでる。ちなみにこのフレノール周辺に出てくる人食い層は非常に厄介。攻撃力も高く、ホイミスライムを呼んでくるので、もう一人だと永遠に倒せない状態に。だからこんな感じにはまってしまうと、そのままホイミ地獄に陥って全滅してしまいます。なのでどの敵を狙うかも非常に重要。まあレベルが上がってきたらそういう心配もなくなりますが。ちなみにステータス上昇のパターンが一番多いのは、我々の経験上ドラクエ3が圧倒的です。だからドラクエ3は厳選回数が多くなる。逆に PS 版ドラクエ4や PS2 版ドラクエ5なんかはパターンが非常に少ない。なので少ない厳選回数で大体把握できるんです。現在レベル20になろうかというところ。厳選約20回目でこんな感じ。おお、アリーナさん HP8、 力も7上がってるじゃないですか。伸び盛りなんですよ。それではこれで偽姫様助けに行きましょう。それではフレノール南の洞窟へ。まあ正直レベル20あれば楽勝なので、ここは飛ばしていきますね。基本的にダンジョンでは回復手段も限られるので、戦闘は全逃げで先に進んでいきます。そして洞窟の最深部で偽姫様を助けるために必要な黄金の腕輪をゲット。そして真夜中にフレノールに帰宅。誘拐犯と偽姫様がぐるって可能性もあるから気をつけないといけませんよ。黄金の腕輪を渡して交渉成立。思いっきり腕輪遠くに投げ飛ばせばよかったのに。これで偽姫様のイベントは終了。これから2章終盤に向かいましょう。これから2章最後のエンドールへ向かいます。実はこの前にアリーナさんの親父が声を失うイベントがあるのですが、そんな重要じゃないので動画では飛ばします。隠し子のことがよほどショックだったんでしょうね。そしてドラクエ4の中心街の一つと言ってもいいエンドールへ到着。ここから2章の最大の見せ場、武術大会編が始まります。簡単に言うと、このエンドールのお姫様が武術大会の優勝者と結婚しないといけなく、それを阻止するためにアリーナさんが優勝を狙うといったところ。サントハイムの姫アリーナさんとエンドールのモニカ姫が結婚したら、そっちの方が世界に波紋呼びそうですけど。それでは早速控え室に。アリーナさんはこれまで毎朝走り込みにミット打ち、レスリングにボクシング、寝技まで毎日練習してきました。その成果を今世界に見せしめるとき。ドラクエに全く関係ない練習ばかりだけど大丈夫？本来ならここで鉄の爪を買うのがベスト。しかし今回は装備一切なしなので薬草だけいっぱい買いましょう。レベル20装備なしなのでどれくらい通用するものなのか。でも装備ない分薬草は多く持てるからそこはラッキーかと。それでは生死をかけた暗黒武術会に参戦です。霊夢さん、暗黒いらないでしょ。それではこの武術大会のルールをご説明。まずアリーナ一人での参加となり、5回連続で勝ち抜かないといけません。途中で敗れるとまた初戦からのやり直しです。装備などは何を持ち込んでも OK ですが、今企画では装備なしなので素っ裸となります。途中で薬草を使いますが、あまり使いすぎると後半の強敵で苦労するので、そこに戦略の余地があるのかと。そして第1回戦目のミスターハンのステータスは以上の通り。まあぶっちゃけ説明するまでもなく雑魚。武闘家っぽいのに会心の一撃すら出さない脆弱っぷり。両軍が戦っても勝てそうなくらいです。霊夢さん、私の拳舐めてもらっちゃ困るぜ。それでは果たしてレベル20、装備一切なしのアリーナ城はどこまで通用するものなのか。正直この1回戦で苦戦しているようではとてもこの武術大会で優勝なんてできません。でもしっかりアリーナさん半の拳を首をいなして威力殺してますよ。なかなか高等技術を見せてくれますね。全く苦戦することなく拳3発でマットに沈めました。続いて2回戦の相手はラボス殿。ステータスは以上の通り。 HP は90。攻撃は2パターンあるが、攻撃モーションが違うだけのよう。毎日その手のクロスボウで近所の森で鳥を狩るのが日課のようです。果たして2回戦はどうなるのか。ちなみに薬草はまだ使いませんでした。123あれば十分かと。今度は矢が武器ですよ。アリーナさんどうやって攻略する気なんでしょうか。
見てください。矢が当たってもその鋼の腹筋が弾き返してくれています。でもやはり多少皮膚に傷がつくようで、それがダメージになっているのかと。ラボスの矢は神かなんかでできてんのか。そしてアリーナさんの右ストレートがラボスの方をかすめました。かすっただけでいっちゃったじゃないすか。薬草を手に入れましたね。まあまだ一個も使ってないから意味ないんすけど。よく考えたらラボスの前に薬草使ってた方がいいよね。そして3回戦目はビビアンさん、ステータスは以上の通り。3回戦ともなると敵も強くなってきます。HP は90、呪文でギラ、ヤド、ベホイミなど使用。まあセクシーな女性だこと、私のボディラインとため張りますね。ちなみに PS 版ではついてるらしいです。何がとは言いませんが。え？ああ、セクシーなモーションね。PS 版なら攻撃するときの動きにもこだわるよね。ちなみに MP は低いので、初め防御しまくって MP 切れを誘って、そこから攻撃に転じるのも一つの手です。まあでも一気に攻撃して肩をつけた方が受けるダメージも結果的に少なくなるかなって。それと FC 版だけかもしれませんが、呪文に対して完全耐性。ついにベホイミ使ってきましたね。これはちょっと長引くかもしれないですよ。容赦でいな。ビビアンさんのベホイミなんて何の意味もなさない瞬間でした。ほら、ビビアンさんなんてもうデンプシーロール食らった後みたいになってますよ。ボロ雑巾です。薬草を使って、4回戦目の相手は彼。サイモンはこの武術大会5連戦の中で最もステータスが高く、薬草で回復もしてくる強敵です。守備力が高いのでアリーナさんの会心の一撃にかけたいところ。ついに4回戦まで来ました。正直これからの2戦は今までの3戦よりずっときつい戦いになります。確かに守備力高いですね。10台しか効いていませんよ。ちなみに苦手なものは磁石だそうです。磁石が近くにあると体中にひっついてくるから背中とかに張り付いたら自分では取れないらしい。それでもポリシーである鎧は脱ぎたくない模様。なんとか会心なくても勝てましたね。そして最終戦が最も厄介。おそらくみんな苦戦していること間違いなし。ベロリンマンのステータスは以上の通り。能力はサイモンさんの方がずっと上。しかしこやつの最大の武器はその分身能力。毎ターン分身をして、本物一体は常にランダム。なのでこればっかりは対策の立てようがない。さて、ついに武術大会最終決戦が始まります。今分身しましたが、この4体のベロリンマンのうち、1体だけが本物です。外すとこんな感じに一方的に攻撃を食らうだけの展開に。これ本当に本物を見分ける手はないの？調べたけどないらしいのよ。だから4分の1を当てられないと、ある意味こいつが最強の敵ということになります。ぶっちゃけこの戦闘めっちゃ長いです。HP は55なので大体装備なしでも2発当てれば倒せます。でもその2発を当てるには4分の1を当てないといけない。その間にダメージもどんどん食らうから早めに決着つけないと。この毎回下出してバカにしてくるのが憎たらしい。HP 的にあと一発で倒せるはずなんだけど。やっと終わったー。レベル20あれば装備なしでも十分武術大会を制覇できるようです。本来6回戦目で戦うはずだったデスピサロさんは夕食の支度があるため帰宅。なのでアリーナ城の優勝が決定した瞬間。しかし祝勝会で居酒屋へ行く途中、実家さんとハイムに異変が起こったことが発覚。実家に誰もいなくなったので、その謎を解くべく御所へと物語が進むのでした。で、ここから3章でトルネコのおっちゃん、4章でミネア姉さんたち、そして5章序盤は勇者の物語なので、勇者ちゃんがアリーナ城と出会うまで飛ばします。ようやく5章で全員集合です。ここは今ミントスでアリーナさんたちを仲間にした直後。早速仲間が集合したところで全員の防具を剥ぎ取って、まずはアリーナさん一人にしましょうか。こんなに仲間を雑に扱うチャンネルがこれまでにあったでしょうか。皆さん自発的に棺桶に入ってくれていますね。ありがたいことです。無事にアリーナ城を一人にできました。ここからドラクエ4最大の難所の一つ、キングレオ戦が待ち構えています。ぶっちゃけやったことある人ならわかると思いますが、4人いてもレベル20ではきついです。なのでここでレベル上げは必須となります。ここミントス周辺では敵が強すぎて、レベル20のアリーナ城一人では全滅のリスクが高いです。なのでこれからコナンズベリーまで行ってレベル上げをしていきます。ここコナンズベリーでは夜に頻繁にメタルスライムが出てきます。なのでそれをアリーナ城の会心の一撃で狙うのもいいでしょう。出現率は夜だけ 35% ほどのようです。まあ我々特にメタルスライムにこだわらずに、出てきたらトライするくらいの感覚でいきます。コナンズベリー周辺の出現モンスターはカマイタチ、アローインプ、プテラノドンなどなど、ご覧の通りレベル20でもそれほどリスクなく敵を倒せるようです。それではここでレベル30を目指していきましょう。一気にレベルを上げるならエビハム作戦もあるのですが、それだとマイレベルのステータス厳選ができないので、一つずつ上げるしかありません。ちなみにエビハム作戦とは、以前4章でミネア姉さんたちでキングレオを倒す企画をやった際に決行したものです。簡単に言うと、仲間を呼ぶ系の敵にずっと仲間を呼ばせ続けて、それを永遠と倒し続け、一気にレベル99にしようというもの。そういえば我々言うほどメタルスライム買ってませんね。ほんとね、ちょっとコナンズベリーから外れてるから出てこないのかもわからないけど、
そして現在レベル29まで到達。レベル30になるギリギリまで経験値を上げてから源泉に入っていきます。あ、そろそろキングレオさん家に行くから先にアポ取っといて。あと3時間くらいしたら行くって。あいよ。もしもし、ヨウムンだけど。ほうほう、え？なんて？なんかキングレオさんこれから縦紙散髪しに行くから4時間後にしてくれって。久しぶりに YouTube に出るから気合入ってるのかもですね。レベル30になっちゃったので喫茶店で打ち合わせしてから向かいましょうか。メロンソーダ一丁。キングレオ戦に入るにはイベントで主人公が必要なので、HP をギリギリまで減らしてすぐ死ねるようにしてます。ちなみにこのキングレオの城に入るには魔法の鍵を取ってくる必要があります。ライアンさんお久しぶりです。その後肝臓の調子はどうですか？キングレオ城の最深部に潜入してついに運命の一戦が始まります。5章でのキングレオ氏のステータスは以上の通り。HP は950。FC 版と比べ自動回復がない代わりに HP が2倍以上。マヌーサ、ルカミなども効くがアリーナ城には無関係。完全に回行動からの凍える吹雪は即死球。アリーナさんはすっぱだかなので投資しないか心配です。キングレオは誰もが大苦戦するドラクエ4の代表格なボス。ここを一人で突破できないとアリーナ城に未来はない。お、キングレオさん、美容院でセットしたから縦髪を三つ編みにしてますよ。それではついにアリーナ城のキングレオ討伐戦開始です。まずはアリーナさんを一人にするために数ターン耐えないといけません。お、ちょうどギラ使ってくれました。これでレイムはこんがり焼かれてます。でもキングレオの攻撃を何度か受けないといけないから、その分不利な状況からのスタートとなります。まずレベル30の素手のアリーナさんの攻撃は57のダメージ。この計算だと19ターンほど撃破にかかるという計算に。てかキングレオの攻撃100近く1ターンで効いてるじゃないですか。こんなのもう絶望的でしょ。こんなにキングレオさんの攻撃って激しいの？ちょっと美容院で縦髪整えたからって強気になってんじゃない？薬草なんて焼け石に水ですよ。あ、終わったわ。死んでしまいましたね。アリーナさんすっぱだかだからキングレオさんも気まずそうに顔をあからめてます。周期心あるの？今まで生死をかけた戦いしてたのに。ご覧の通りレベル30では2回しか攻撃できず、ダメージは120のみです。もうこれは秒殺と言っていいでしょう。アリーナさん、起きてください。取れ高あったんで次のシーン取りに行きますよ。キングレオさんも体冷めるといけないからそこのガウン着てちょっと待機してて。レベル30だとキングレオ周辺が経験値が高く、ギリギリ倒せるくらいなのでここでレベル上げをしていきます。ここでも敵グループの数を意識した方がいいです。3匹くらいなら普通に勝てますが、それ以上になってくると場合によっては全滅させられる時も多々ある感じ。出てくる敵は資料の騎士やミステリドールなど。あ、こんな感じに敵が多いと集中攻撃されてぽっくりいきます。もうすでに5章なので逃走成功率は主人公のレベルに依存するから逃げられない。今ミステリドールさんが出てきていますが、こいつらのルカナン、メダパニが非常に厄介。ルカナンで守備力下げられて集中砲火でやられるほか、メダパニで混乱させられて自滅してしまうことも珍しくない。今ちょうど混乱させられて苦戦しているところ。まさか自分に会心の一撃を食らわせるとは。想像してみてください。アリーナさんが自分にめっちゃいい角度でパンチを打ち込む姿を。しかもそれで死んじゃうんだからね。もはやギャグの領域。そしてレベルは39。もう一息でレベル40に到達するところ。あ、ちなみにちゃんと毎回厳選はしてますよ。そしてちゃんと厳選したレベル40がこちら。もうほぼ力と素早さは255ですね。レベル30時と比べると力は70近く、素早さも80、そして HP も80以上上がっているのがわかります。もちろんすっぱだか。果たしてこの巣のレベル40でキングレオの縦髪をシャンプーできるのか。めっちゃ怒ると思いますよ。再びキングレオ城内へ潜入捜査。勇者が生きてないとこのライアンのイベントが進みません。あれ？今回は縦髪にパーマかけてますよ。なんか主人公があんな緑のもっさりパーマだからちょっとでも乗っかりたかったらしい。キングレオさんも SNS のフォロワー増やすのに必死なんですよ。で、今1ターン目でギラで主人公が言ってくれました。ここからアリーナさんがどれだけ通用するようになったか楽しみです。おーおーおー。一発で90のダメージを与えてくれました。これなら撃破まで11ターンくらいまで縮められそうですね。こちらのダメージは、キングレオの打撃は平均30くらいか？さっきと比べるとだいぶ勝利が現実的になってきてますよ。でもこれだと薬草の回復量とトントンといったところ。だから回復に回った時点でジリ貧になります。キラとか来たらダメージ少なくて回復できるかもって思うかもですが、ぶっちゃけ薬草を持てる数はかなり限られているので、回復まで至らないのが現実のようです。やべえ、さっきせっかく会心出せたのにもうアリーナさんフラフラですよ。そ、せっかくここまで来たのに。死んでしまいましたね。見てください、このアリーナさんの苦悶に満ちた表情を。見たくないわ。今回与えたダメージは627。まだまだレベルが必要。レベル40でキングレオ周辺は楽でいいのですが、もっと経験値の高い敵を狩れるのでちょっと狩り場を移動します。これから行くのはエンドールの南に位置する王家の墓。ここでははぐれメタルが出てきます。でもまだ最後の鍵持ってないでしょ？どうやって入るのよ。
いや、この入り口のところでも敵は出てくるので中に入らなくても大丈夫。最後の鍵なんていりません。いやいや、それスタバの店の前のガラスに貼り付いて無料 Wi-Fi 使ってるようなもんでしょ。みっともない。スカエラなんでもいいんですよ。お、はぐれメタルさんが3匹も。ご家族かなんかですかね。もう気持ちよくなるくらい潔く逃げていきますね。残ったのはわんぱくな長男といったところでしょうか。意外としぶとくはぐれメタルさん残ってくれてますね。でもそろそろあ、まあもう夕飯の時間帯だからしょうがないですよ。お母さんから LINE が入って帰っちゃったんかな。そろそろはぐれメタルさんを仕留める絵が欲しいところですね。ほらほら、怖くないから寄っといで、お菓子もあげるから。会心の一撃きたー。見事にはぐれメタルを倒してくれました。もうすぐで厳選を終えてレベル45になるところ。ここで13回目の厳選でレベル45へ到達です。そして最後レベル50への道すがら、14回目の厳選でレベル50へと駆け上がります。レベル40の時と比べてどれくらいステータスが上がったのか見てみましょう。右がレベル50で左がレベル40でのステータス。レベル30から40に比べると力と素早さは伸び悩んだか。しかし HP は90近く上昇。よっしゃ、これでやっとキングレオさんにリベンジを。いや、まだです。もうアポ取っちゃったんすけど。薬草では回復が間に合わなかったのを覚えていますか？だから念には念を入れてあるアイテムを取りに行きます。実はちょっと面倒ですがこのキングレオの時点で祝福の杖を取ることができます。本来は世界中に行かないと取れないのですが、先ほどいたお受けの墓やこのリバーサイド周辺に出るビビンバーが128分の1でドロップします。お受けの墓の方はビビンバーの出現率が低いように感じるのでこちらがおすすめ。回復で言うと、力の盾もありますが、あれも通常は世界中のお店まで行かないと買えません。何回民の町のキングキャッスルでも買えるらしいですが、このキングレオの時点でできるのかな？ちょっとわかりませんが。調べた限りでは祝福の杖の方が簡単なのでこちらで行きます。ちなみに普通はこの時点ではビビンバーたちは強すぎるのでとてもドロップ狙えませんが、現在レベル50のアリーナ城ならなんとか行けます。ようやくキングレオの時点で祝福の杖をゲット。それではレベル50、祝福の杖を片手にキングレオさんに再挑戦。おさらいするとこの時点で装備なしのスノレベル50。そして道具は回復系 OK なので祝福の杖のみです。果たしてこのアリーナ城はキングレオの牙城を打ち崩せるのか。あ、今回アポなしできたからキングレオさんちょっと不機嫌そうですね。たてがみにちょっと寝癖ついてますね。きっとさっきまで待たされまくってる間って寝してたんでしょう。今回うまくギラ2連発で被害を最小限に一人になれました。さあアリーナ城の攻撃はいくら効くのか。94ってあんまり変わってないね。確かに。まあほとんど力は変わってなかったからね。こちらの受けるダメージもそれほど変わってない模様。なのでポイントは HP が上がったことと、祝福の杖が役に立つのかといったところ。あとはキングレオの攻撃が緩いかどうかってところですかね。あ、ちなみに説明忘れていましたが、祝福の杖とは HP を75から95回復させて、しかも無限に使える序盤では優秀アイテム。結構 HP 減ってきましたがそろそろ回復させなくて大丈夫？よし、ここで会心の一撃は大きい。アリーナ城の攻撃100以上効いてる時もあるからもう一押しですよ。でもそろそろ回復に回らないとキングレオさんの攻撃甘く見ちゃダメですよ。やべえ、凍える吹雪に連発とかもしきたら一瞬でやられるくらいの HP に。そろそろこれを使う時が来たか。よし、これをあと何度か使ってから体勢を立て直しましょう。てかこれもし祝福の杖用意してなかったら普通に負けてましたね。これで2回目。もうそろそろ攻撃に転じてもいい頃合いか。大丈夫でしょう。キングレオさん自動回復は持ってないからもうちょっと回復してもいいかもだけど。まだ倒れないか。次攻撃に転じるかどうか悩むところ。でも凍える吹雪が来て HP86 だからちょっと危険じゃね？行くの？行けやー。やっと倒したー。見事にレベル50、祝福の杖を準備してキングレオを一人で討伐することに成功です。それでは第一章はここまでにしておきましょうか。え？めっちゃ続き気になるんすけど。この動画面白いと思っていただけたら、チャンネル登録して2章お待ちいただけると嬉しいです。一章なんてまだ生ぬるい。次回以降とんでもない展開の連続に。それでは来週2章お楽しみに。一章いかがでしたか？次回、ドラクエ4、試行回数がすべて、確率の壁をぶち壊せ、2章です。本格的に始まります。